うまっ。小西さんもそこ置いとくか。うっ、ちょっと赤いカチューシャつけてないけど、うん。ということで実家に帰ってきております。晩ご飯もうまだある。さっき帰ってきた。うん、お昼の2時ぐらいに着いたんですけど奈良に。うん、ほんからずっとずっとなんかいろいろ動いてて、だから結局全然、うん、なんかゆっくりはしてないけど、うん、楽しかった。今年初なのが意外でしたって。今年でも入って一回ママに東京来てもらったことはあるのよ。うん、うん、私が帰省はしてなくて、うん、本当に単純に帰省する時間というか日程が取れなかったっていうので、今回ここワンチャン行けるんじゃないと思って、でちょっと前にここは帰省したいのでっていう風に NG 出させてもらって、そうギリギリまで、あでもここ行けそうだなっていうとこに行けたので、そう成人式来た。確かに成人式の時は来たか。でもまあお仕事ありきっていう感じだったので、うんうん、何日間かゆっくりできそうなの。いや明日帰る、明日帰るんだけど、うん、そう、でもうん、最高です。うん、お兄さんに会いました。うん、会いに行った。でも仕事の前だったから、うん、一瞬会ってそう家まで行って、でずっと前からお兄ちゃんにスーツ買ってあげるねって言ってて、うん、うん、うん、なんか今日、うん、スーツ何色がいいっていうのだけ聞いて、でその後まあお昼だったからまだ彩花ラーメンっていうお西の大好きな奈良のラーメン屋さん、奈良というかまあそうね、その買いに食べに行って、うん、でその後奈良は行ったんですよ奈良ファミリーってとこ行ったんですけど、ここあんまりそう スーツ見に行ったんですけど、こう、うん、なんだろう、好きなやつが見つからなくて、でその後高野原イオンっていう、もちろん大好きなイオンがあるんですけど、高野原イオン行って、あその前にあれだ、ママの職場にも挨拶行って、そう毎回帰省するとママの職場に東京のお土産持っていくんですけど、それも今日行って、でイオン行ってお兄ちゃんのスーツ買って、そうジャケットとズボンとベストとシャツとあとネクタイ2本買った。うん、職場の人大喜び。いやそのね、職場の方
が、そう、すごいやっぱママの娘だからって言って応援してくださってる方が多くて、今日はあの十和津街見に来てくれた方とかも働いてて、うん、なんです、ありがとうございましたって言って、本当優しいよね、うん、そう、見に来てくださった方にも挨拶できたのでよかった、うん、うん、でも明日まだ今日できてないこともあってなら帰ってきて、だからそれは明日はできたらいいなっていう、うん、うますぎ、お腹がきつい、うん、休む暇ないじゃない、休まなくていいんですよね、いろいろしたい、まあ3日ぐらい帰れるならまああれなんだけど、うん、これから晩ご飯になって、そう、今日はお西のリクエストの肉じゃがを今作ってもらっている途中でございます、その間に配信してくるねって言ってる、そう、猫とももう戯れた、やっぱトラちゃんがね毎回忘れるんですよ、お西のこと、チョロちゃんは帰ってきてすぐ懐いてくれるんですけど、トラちゃんはね多分匂いが違うのがあれなんですよね、多分、だからお風呂入ったらすっごいべったりしてくるんですけど、お風呂入る前はいつも警戒されるので、早くお風呂入って思い出してもらおうと思います、シャーってされる、いや全然撫でさせてもくれるしなんだけど、様子が違うの、いつもはマジでもうここにもうへばりついてくるんですよね、トラちゃんってめっちゃ甘えん坊さんで、もうそれをしてこない、うん、うん、猫飼ってるんだって、2匹飼ってるよ、うん、ちょっと前までは3匹だったんだけど、このお家、お西んちは歴代で猫を飼っていて、そう、ま、まめっちゃ食べちゃう、猫アレルギーはないって、ない、うん、やっぱいいね、ずっとここにいたい永遠に奈良からでな、なんかていい、実家大好き人間なんで、いや、そう、そうなんですよね、本当に実家大好き人間で、本来であればずっとここに滞在していたい人間なんです、うん、自分の部屋、上京する前から変わってないの？変わってない、全く変わってない、このまんま、どこでもドアがあればって、それな、マジでどこでもドアがあったら完璧なんだけどね、世の中、リニアで、まあリニアもそうなんだけど、どこでもドアがあったら一瞬だよ、
肉じゃがの分その残しておかないと、うん、美味しすぎて止まんない。うまっ。ああ肉じゃが楽しみ。カルシウム大事って、そう今日ママにもカルシウム取らせた牛乳。ママが全然牛乳飲んでないって言うからさ、爪の話して見て、懐かしいでしょ。知ってる？これ最近大西を好きになってくれた方は知らない方多そう。総選挙のやつです。そう、もう何年も前の総選挙の、この時はランクインできなかったんですよね。49枚目シングル、懐かしい。だって今62枚目だよ、すごいよね。そう、この時は沖縄で、そう総選挙だったんですけど、台風で中止になっちゃって、でメンバーだけでやるっていう。うわ17が落ちた。誰が作ったなって、あ公式です。すいません、 AKB の公式が作ってくれました。あの自作じゃありません、すいません。野西はまた総選挙やったら出るって、出たかったね総選挙あればね。総選挙は本当に心がまあ病むイベントではあったんですが、でもあれを目標にというかモチベというか目標かな、目標に頑張ってたので、昔その総選挙がある時代は。うん、そうね、どの曲がいいのかなってね。なんかメンバーの推しのやつ発表みたいな、なんかあれ書いてたよね、なんか配信かなんかで、メンバーの、あこの後か、今日全員分配信で発表するの。なんか大西もさ一応選んだんだけどさでもさ好きな曲ありすぎてさ決めらんないやってなった。もう投票しちゃった、タイミング間違えたって、いやそれでいいんだよ、そうそれでいいんだよ。え絶対もう、でも先に投票しといてくれた方がいいようん、終わってからすればいいのにね、メンバーの好きな曲発表みたいな。ね、だから大西はあのユニットとかではなく全体の曲というかにしました。そうソロとかユニットのやつで好きなやつとかもあって迷ったんですけど、そうそれだとなんか
いろんな考慮がされてその曲にあてがわれたりとかするのかなと思って、かぶってなければだと思うけど他のメンバーと曲がね、でもうんってなったので一応全体曲の曲で好きな曲にしました。この後だから日々の公式 YouTube かな、よかったら配信見てください。自分がしたい曲って、いや単純に好きな曲、大西は。だから多分見たらあーってなると思う。大西のやつはな何度も言ってきた曲なので、大西これ好きって。そうそう、みんなは単純に何が好きなのか気になる。メンバー、このメンバーがこれって言ってるのじゃなくて単純に気になる。だから本当に自分が好きな曲に投票してほしいな。でも決めれへんよね。そう、一曲しか無理なんか、みんなのもう投票何曲も投票できるの？一曲しかダメな、あ何曲でもできるんだ。あじゃあま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 あ、そうか。そう、大西たちは1曲しか選べなかった。ベスト3ぐらいまで入れてくれたらよかったのにね、メンバーも。みんないい曲ばかりで迷ってますって。そうなんだよね。なんか大西もその公演のリストの曲みたいなのが送られてきて、今日までですみたいな締め切りが、でも締め切りの7分前ぐらいとかに送った、今日10時までみたいなやつで、もう迷いすぎて。もちゃんのベスト2とベスト3教えて。何書いてたかな。ベスト、何だったかな。メモに残ってあるんだけど、ベスト3、2というよりかは4つぐらい候補に挙げてて、4つ5つぐらいか、その中の1個選んだんですよね。いっぱいある、正直。Dear My Teacher とかめっちゃ好きだし、それを言うと Dear My Teacher っていう曲もしめっちゃ好きだったりとか、あと星の温度っていう、もうパーティーが始まるよ公演とかである曲なんですけど、とかあなたとクリスマスイブも大好きだし、まあパーティーが始まるよ公演もし好きな曲多かったり、ユニットとかで、でも他もいっぱいあるのよ、それで言ったらそれで言ったらいっぱいあるんだよ。そう、お手上げララバイとかめっちゃ好き、そう、いっぱいある、言えばいっぱいあるの、そうなんだよね。やってた公演から選んだのって、いや大西が投票したやつ、投票っていうかこれが一押しですみたいな言ったのは全然公演とかでもやってなかった曲なので、そこは関係ないんだけど、
まあ、別にその曲をさ鬼しがリカワでするかしないかとかも多分、まあ、関係ないだろうし、あの全体曲とかだから。じゃあ誰にしてもらいたい？あ、恩師が一押しにした曲をってこと？今だと誰だろうな。昔だったらマリアとかにしてほしいと思う曲だけど、マリア、サヤリンとか。そうね、今だと誰なんだろうね。うん、その辺かな。今はあんま分かんないかも。ぜひぜひ皆様の好きな曲を知りたいので、自分の好きな曲に投票してみてください。確実に出られると思う曲はって、ないよそんなの。オリジナルなんてないからね、公演で。私たちというか私はないので、確実に出られる曲は多分全くないです。リクアワ、今回の公演のリクアワに関しましても、うん、そうね、それ悲しいよね。あれ、それもないよ、悲しくはないけど、うん、センターでやってみたい曲はってない。それ言ったらだってそれに投票するじゃん、多分。分かんない、そんなことない、分かんないけど。でも言わないで。でも別にない、センターでやりたいとか、この曲のセンターをやりたいですみたいなのはないかも。うん、わかんないけど、こうきっとあのまた曲のやつとか見てたらまあ出てくると思うんだけど、今この何も見てないこの状態ではないかな。うん、ね、ただ普通に自分の誕生に好きな曲に出れたら嬉しいよねっていう感じだよね。あの鬼師が一押しにした曲とかじゃなくて、1位になりそうな曲はって、リクアワーなんだろうね。何が人気なんだろう。いやでもテモデモとかは上位に食い込んできそう、知名度がある曲。あのリスト見たいな。シアターの女神、あー確かに初日、あーいいね。あれ入ってほしいな。そばかすのキスとかも好きよ、西。それで言うと後ろでやりたい、こうガヤパフォーマンスとしてじゃなくてガヤでやりたいな。そばかすのキス、ファンとして見たい、後ろから。後ろというか横か、ガヤでいい、楽しい。あのガヤやってるの楽しい。あ、前回もさやったよね、武道館でやったよね。そういえばリクアは、そうだよね。はい、ちょっとね武道館のねガヤはね、ちょっとね端っこだとね見えないそうなの。 TDC とかだとこう 真後ろからこう見えるんだけど、
あの花道行っちゃうからこう見えないんだよね武道館は。嘘そうなの。そうなんです。だから内側に行きたいね。でも楽しかった。ファン目線の曲とアイドル目線の曲はどっちが人気なのってどういうこと？ファン目線の曲とアイドル目線の曲ってどういうことだろう。聞きたい。アイドル目線とファン目線。あ、ファンの方からしたらこれが人気だけどアイドルからしたらこの曲が人気みたいなってこと？あ、どうなんだろうね。あ、多分それが多分この後の配信でわかるんだよ。大西の配信じゃないけど、あの AKB の公式のね、何が人気なんだろうね。遠距離ポスター好きって、あー人気そう。遠距離ポスター可愛いよね。歌詞の一人称が僕か私かじゃないかなって。でも私だからって言ってそれがファンの方目線の、じゃあアイドル側から目線の曲っていうあれでも多分ないもんね。アイドル目線で言ったらあれぐらいしかないんじゃないの。アイドルなんて呼ばないでみたいな曲と今回の新曲ぐらいしかないんじゃないかな。アイドル目線の曲ってあるかな。最新シングルはきっとそうなんだろうけど、あ、夢でキスミーとかね、確かに。あ、そう、初日とかね。まあでも限られてはくるよね。アイドルなんかじゃなければつってた好きだと伝えられるのにつかか。初めての切なさ。また早く踊りたいな。つかかって好きなの、うん、これ結構難しいんだよ。アイドルなんかじゃなければつかか好きだと伝えられるのにつかかつかかが好き。つかか、みんなもつかかって覚えて。どこ覚えるの大変だったって。いや、もう大西は全部全部というか、あの MV で踊ってる部分はなんだろう、もうみんながレッスンとかたくさんして挑んでる中、大西は当日に行って病み上がりででのやったから、もうそうだよね、その部分に対しては最初すっごい苦手意識あったけど、でもあのまあ新曲初披露までにいっぱい練習できたから大丈夫になったんだけど、そう、でもMV みたいなと、ぜひちょっと今回もしかしたら見つけづらいかもしれないけど、ちょっとよかったら楽しみにしててください。ぜひ、うん、見つけるの得意で本当？ありがとう。ちょっと頑張って見つけてほしい。お願いします。
MV2 日間あるうちのやっぱ丸一日こう参加できてないとちょっとねっていうあれになってしまって、そうなんです。まあでももともとなんだろう、もしちょっと体調崩しちゃってまあっていう感じだったんだけど、もともと何だったかな、その MV 撮影1日目が大西朗読劇の予定だったので、もともと1日しか参加できない予定ではあったものなんですけど、そうなんです。まあそうそう、どの道そうね、まあどの道そういう感じにあれだったんですけど、そうなんですよね、申し訳ない。次歌番組でねちょっと頑張って映ってる時に楽しんでください。うん、32分だよってね、ママから LINE 来なかったら45分に終われるようにしようかな。そうご飯できたら呼んでって、そう LINE で、遅めの夜ご飯だね、確かに。いや本当本当、でもさっき帰ってきたのでそうなんですよね、9時過ぎて帰ってきたから。明日休みって、そう、あの明日お休みもらいました。そう今日と明日は NG を、さすがにこう夏一回絶対、そのなんだろうね、そうね、夏絶対一回は帰りたい人間なので、時期的にもね。ママ西もお休みなのって、いやお休み取ってくれたんですよ。そう取ってくれたというか、あのもうあのまあもう本当にママの職場の方々が本当に温かくて、おもちゃんがちょっと帰ってくる、もしも割とこう急にさ分かることというかさ、ギリギリまでちょっと分かんなかったりするから早く言えてもまあ3日前ぐらいとかになっちゃって、ここ帰れるかもみたいな、今から NG 出しますみたいなってなって、ママがちょっと職場の方にそう相談して、だからもういいよみたいな、ももちゃん帰ってくるならもうそっち行ってあげてみたいな、優しい。そうなんです。おあと5分でご飯炊けるやって、母ってことは終わろうってことは今終わって3分ぐらい経って完璧よし、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、いきます。1位ハギハギさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がヨッチャンドユーモムチー大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして、5位がタイチャさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位じゃないわ、うん、あれなんかちょっと変わった、もう一回、うん、あちょっと変わったな、いくよ。1位ハギハギさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位が KATT さん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がサドチャットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がヨチアンドユーモムチー大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位が MM ルールズアットマークギフノルト人生に乾杯さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がタイチャさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がアックン、ありがとうございます、イエイ。そして8位が黒柴のりこてんさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。
そして10位がライオン丸さん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がコバアットマーク大西吉さん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が大西かっきアットマーク大西軍アットマーク最下ラーメンと肉じゃが食べたいさん、ありがとうございました、イエイ、ありがとうございます。ということでですね、今から念願の母が作った肉じゃがを食べれるということで、もう一回いっぱい食べていきたいと思いますということで、では今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色はい、ありがとうございます。AKB48 奈良県出身の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。写真撮っといて。イエーイ。じゃあね、バイバイ、おやすみ、バイ、ありがとうございました。